いつも通りだったかな。何？さっきからずっとこっちを見てたでしょ。今日の歌すごく良かった。あ、何それ、そのことを伝えたかったわけ？まあ別にいつも通りだったけどね。でもあんたが良かったって思うならそうなんじゃないの。私はそもそも上手いとか下手とか興味ないからどうでもいいし。別に変わってないよ。わざわざ感想を言いに来るあんたもあんただけど。でも上手いか下手か興味がないのは本当のことだから仕方ないでしょ。私が大事にしてるものか。そうだね、それは。別に照れてないから。どこから話すか考えてただけだし。とにかく私は上手い下手に興味なんてない。私はみんなと音楽がやれればそれでいいから。そもそも音楽を始めたのだって上手くなりたいからじゃないし、有名になりたいとか一攫千金とかも違う。ただつぐみがやろうって言い始めて他のみんなも乗っかって最後に私も乗っただけ。それから毎日遅くまで練習して帰りにコンビニ寄って買い食いしたり、授業中に指で机叩いて固くしたり、こっそりコードの指練習したり、それにみんなで見る夕日は本当に綺麗で、そういうのが好きで今もやってるだけだから。だから上手い下手じゃなくてそういうのが大事なわけ。見方を変えれば趣味に近いのかもね。まあそんな感じでこれからも私たちはみんなで好きなことを好きなだけやっていく。ステージに立てたらそれはそれで嬉しいけどさ、そう思えるようになったのは最近のことだし。ガルジャムって知ってるでしょ。まあバンドのイベントみたいなものだと思えばいいよ。私そのステージに立ったんだけど、あの時は意外と結構気持ちよかった。みんなと一緒にステージに立って自分の伝えたいことを歌に乗せて伝える。もしかしたら当たり前のことかもしれないけど、私にとってはいい経験だったと思う。私はひまりみたいにたくさん話せないし、トモエみたいに思ったことを言えない、つぐみみたいに積極的じゃないし、モカみたいに自分を貫けない。でもガルジャムのステージに立った時は、あのステージに立った時は音を通して私の思いをぶつけられた。たくさんの人に伝えることができた。正直今思うと下手だったかもしれない。でもあの時の音は最高だったと信じてる。だから上手くなりたいとかよりみんなと一緒に楽しんで少しずつでも私たちの思いを伝えていきたい。私たちの音を通じてね。何その顔、意外と仲間思い。そういうこと言われると腹が立つんだけど。どうしてって決まってるでしょ。私の歌をいいって言っておきながら伝わってないからだし。分かってないなら言うけど、私はあんたのこともやっぱりいい。ただその代わり急にやめたりしないでよ。私の歌が、私たちの音がいいならそばで見守っていて、それでいつか絶対にあんたに伝えてみせる。私たちの思いは